はい、1257回始めます。1257回、2023年6月21日ですね。 NHK スペシャルヒューマンエイジ、人間の時代のプロローグっていうことでね、やってました。 NHK スペシャル1000っていうのが入ってましたね。ちょっと前のやつかな、これ1000って、選ぶって書いてね。ヒューマンエイジ人間の時代プロローグ、さらなる繁栄か破滅かっていうことでね、壮大なテーマですね。これ2025年、だから1年半、2年ぐらいかけてこれから何回もシリーズやっていくんでしょう。でもシリーズ2回ぐらいやってんのかな、第2週ぐらいまでやってたんですけど、私ちょっとまだ見てないっす、それ、うん、見たらやろうと思うんですけど、これどうなんだろう、 NHK 大型シリーズなんでね、だいぶ力入ってるんで期待はするんですけど、ちょっとテーマがでかすぎるね壮大だね、人類ね、ヒューマンエイジ人間の時代、さらなる繁栄か破滅かっていうことでね、まあ今年3月 NASA の長官がね、人類のさらなる飛躍、それは火星に行くことだっていうことでね、火星ですよ、地球からなんと6000万キロ以上離れた火星への移住、火星への移住なんて言ったらね、もうほんと SF の世界ですよね。火星ってどこって話ですよね火星ってどんだけ遠いのっていう、うん、まあ地球から、うん、最も近くて、地球に一番近くてみたいな、近いって状態がね、まあ、人間が生きる上で生存していくのに、まあ、最も、うん、近くて最も適しているのは火星みたいな感じなんでしょうね。でね、 NASA の長官がね、さらなる飛躍、それは火星に行くことだって言ってね、まあスペース X 社とかね、 NASA とかね、あと、まあ、中国とかもそうですよ、力入れてますよ宇宙開発、はい。で火星の移住ね、うん、そんなね人類ところまで来てますよと、火星の移住っていうのがね現実味を帯びてきてますよとね、人類ね、うん、で人類の歴史振り返りましょうっていうことで、人類の祖先、4億年前、ね、海からね、陸上に進出と。で、4億年前にね、人類の祖先が陸上に進出したと。で、6万年前ですよ、今から。ね、アフリカで人類の起源のような人たちができて、それがアフリカを出て、ね、世界中に散っていったと。それが約6万年前と、出アフリカね、6万年前で、うん、今はね、6万年かけて人類がね、どん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 技術とか進化させてって、6万年かけて今地球を出るところまで来てるとね、今はもう出アフリカじゃなくて出地球だということで、しかし同じ地球上でね、今ウクライナ問題とかウクライナ戦争とかね、環境問題ね、ゴミ問題、あと地球温暖化、これ大きいですね、地球温暖化問題、あとミャンマーでもね、相変わらず内戦というか、なんというか続いてるしということで、人類は科学技術で繁栄してきたと。しかしね、まあこれまでのいろんな文明ね、見れば分かる通りね、古代ローマにしても何にしても、ね、同時にね、文明を発達させて繁栄するんだけども、破滅へ向かっていくと、ね、非常に矛盾した生き物ですよっていうことでプロローグやってました、ね、司会鈴木亮平さんと久保田優香さんっていうのかな、アナウンサー、ね、NHK のこの久保田さんね、アナウンサー、ナレーションになると全く別の声みたいになってね、やっぱ本気モードの声って違うんですね、うん、まあまあまあアナウンサーですから綺麗な声してましたよ、はい。あと鈴木亮平さんね、 N スペの司会やるぐらいまでもう、まあ大河とか出てるんでしょう、おそらく。私は大河ドラマとか見ないんですけどね、え、昔は変態仮面とかやってたのにあれ面白いんですよ、変態仮面、鈴木亮平さんね、うん、まあまあでもたくさんドラマ見てますよ私もね、いや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 、はい。記録が残る約5000年前からの人類のね、年表出てきてね、地球誕生45億年前と、うん、生命誕生が40億年前と、で生命が誕生して4億年前に陸上に進出したと、その生命がね、で
30万年前にホモ・サピエンス誕生と、ね、人類の起源で、6万年前にそのホモ・サピエンスたちがアフリカを出て世界中に散ってたということ。壮大ですね遡るのは。もうね、地球誕生まで遡ってるんだから、うん、で、うん、今年3月17日、うん、新型ロケットね、発表 NASA ね、新型ロケットが姿を現したと NASA で、で、地上なんと90メートル、ね、でかいっすね、NASA の新型ロケット。今年夏に打ち上げ予定だけども、それがスペースシャトルの3倍の積載量、いろんなもの詰めると、スペースシャトルに比べると高さ90メートルだから、うん、もう史上最大級のロケット。これが6000万キロ地球から離れた火星への挑戦ということで、うん、あとスペース X 社は100人規模で乗れるロケットを開発してると、ね、もう本当宇宙船ですよ、宇宙船。 SF 映画に、ね、出てくるような100人が乗れると、うん、大体宇宙船みたいなのを作って、もう人類が火星に行こうとしていると、うん、火星ね、ここは火星ね、私もね、習いましたね、地理の時間、あ、なんだ、地学の時間かな、火星って言ったら水金地火木土天海冥、水金地火だから、水金地火木土天海冥、水金地火、あ、地球と火星近いんですね。水金地火だから水金、うん、地球の隣なんですね、太陽系で言ったらね、うん、火星、うん、太陽からの強い放射線で赤く変色した大地ということで、放射線強いんですね、うん、で重力は地球の3分の1、あ、いいですね、3分の1だったらね、重力ね。で夏は30度、冬は130マイナス130度ということで、まあまあまあ過ごしやすいかもしれないね。この冬のマイナス130度はきついけど、まあ何らかの手段でね、暖取れれば、うん、確かにって感じですね。地球に近いっちゃ近い、うん、でそこに都市を建設して野菜とか自給自足ね、将来的には。で地球との間には定期便ロケットが飛び、人や物資の往来が盛んになると、うん、SF の世界ですね、はい、で実現にはいくつもの高い壁があると。まずは火星までの強力なロケットエンジン、これがね大変だったんだけども、まあなんと 3D プリンターね、これの活用によって、この強力なね出力が必要なロケットエンジンの開発が、まあ、可能になったのかどうなのか、目処がついたのかどうなのか、おそらくできるんじゃないかみたいな感じになってるみたいですね。あと火星の着陸ね、スペースシャトルとかそういったものだと、なんだ、パラシュートね、うん、で着陸できるんだけども、重力が3分の1ぐらいしかないから、ズドンと落っこっちゃうと、パラシュートだと、うん、うん、どういうことだ、そういうことか、重力が3分の1だと、まあまあまあちょっと分かんないけど、とにかくね、パラシュートでは火星には着陸できないと、うん、いうことで考え出したのが逆噴射ね、ロケットを逆さにして逆噴射しながら着陸するっていうのを、ね、何回もやってましたね、スペース X 社ね、何回も失敗重ねてようやく逆噴射による火星のようなところで、火星での着陸が目処がついてきたっていうことでね、ね、出地球時代、出る地球って書いてね、出地球時代がやってきたということで、はい、で、まあまあまあ人類の歴史、またここから遡ってますよ。30万年前ホモサピエンスね、アフリカで誕生して、で ホモサピエンスとあとネアンデルタール人っていうのがいたんですけども、ホモサプエンスが生き残り、ネアンデルタール人が滅びていったと。なぜかと、それは、ね、学者さん出てきてね、ホモサピエンスっていうのは割と大きな集団作ったと。でネアンデルタール人っていうのは小さな集団しか作れなかったと。で集団が大きくなることによって集団脳っていうね、なんていうのか、新たな技術とか技術革新がね、加速すると、集団が大きくなればね、それをホモサピエンスは獲得したんじゃないかということです。うん。
で、ネアンデルタル人はね、集団の獲得できずに滅びていったと、いうことです。はい。あと古代エジプト文明もね、出てきましたね。カノープスっていうとこ、幻の都市、幻の都市ね、都市、の紹介もありましたね。なぜカノープスは滅んでいったのかということ、それは、まあ、結論から言うと、地盤沈下が続いて、それに地震が重なって、地震ってね、あのアースクエイクね、地面が揺れる、重なって、まあ、水没していったんですけど、このカノープスっていう町ね、10万人規模の町が、それは、まあ、言うなれば自らの技術とか技術力とか文明に対する過信があったんじゃないかと結論付けてますね、で、2050年地球の人口は100億人に達しますよと、今80億人って言われてますけど、2050年にはね、人口100億人時代地球になりますよと、で、まあ私が一番危惧しているのは地球温暖化、気候変動によって、もう地球上、まあどこもかしこも住めなくなるっていうわけじゃないですけど、明らかにね、地球上住みにくくなると。その時に、まあね、富裕層から、まあ、全員じゃないにしろ、どんどんこれから火星に人は出ていくんじゃないかということ。なんと2040年にはね、第一弾、火星に人が行くんじゃないかって言われてますね。はい、2040年言ったら、私まだ70かそのぐらいなんですけど、手前というか、私が火星に行くことはないと思う。私がね、全固体電池のね、EV に乗るのも何とも分かんないんでね。火星とかいうのは、まあ私はいいですよ、地球で、地球上で死んでいきますよって感じなんですけど、2040年ぐらいにはね、この夢物語みたいなね、SF で描かれた世界がもう現実化するということを NSP。これからね、NSP、まあこの、ヒューマンエイジね、何回シリーズか分かんないですけど、まあ大型シリーズ、みたいなんで10回20回ぐらいやるんじゃないですか。どんなシリーズなのか、ちょっと壮大なね、テーマが大きすぎるんでね、どんなことになるのか、まあ、楽しみでもあり不安でもありみたいなね。 NSP 大好きなんですけど、まあ今第2週までやってるのかな、それちょっと、近いうち見て。ただ NSP ちょっと50分長めなんでね、私も見るの億劫なのもあるんですけど、ちょっと見てね、第1週と第2週もやってるんで、また感想述べたいと思います。はい、ということで1257回ね、 NHK スペシャルヒューマンエイジのプロローグね、さらなる繁栄か破滅かっていうことでやってました。ヒューマンエイジね、人間の時代。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。失礼します。